どうもゆっくり霊夢です。オラオラオラー、元不良は、広島出身と聞くだけでちょっとビビる。ゆっくりマリサだぜ。うんうん、元不良は仁義なき戦いを何度も見返しているので、広島の悪い人は大々ヤクザだと思っており、初対面の時に家は何をしているのかな、と遠回しに聞いてしまうんだよね。そんな、広島には今でも昭和ヤクザがうようよいると思っているあるあるは置いといて、今回は不良が大好き仁義なき戦いのモデルにもなった、広島の一大組織である、共生会、について解説をするよ。おっと、あの仁義なき戦いのモデルにもなった組織とは、どのような極道なのか楽しみだぜ。霊夢、今回は広島の一大組織の、共生会、について解説を頼んだぜ。みんな、最後までバックレンなよ。ゆっくりしていってねー。極道を取り巻く状況は昭和に比べ大きく変化したと言われ、昭和の大スターだった高倉健や菅原文太が、任侠映画で活躍し、現代との大きな違いは一般市民であっても、誰もが名前と顔を知っているような、有名ヤクザがいなくなったことが大きく、昭和の時代には良くも悪くも有名なヤクザが何人もいたので、そういった有名ヤクザが庶民のスターだったと話し、スター選手に憧れてプロ野球を目指すように、当時は彼らに憧れてヤクザの世界に飛び込んだ若者もいたんだよね。確かに、安藤昇や万年統一などは、以前の解説にも出てきて有名だったよな。しかも、今時の極道の喧嘩といえば、昔ながらの拳銃でのドンパチやドスによる切り込みではなく、なんとネットを使った情報戦なども使われ、ツイッターなどで敵対勢力のフェイクニュースや、内部情報をリークするなど、ネットヤクザ、と呼ばれる連中もいたり、昭和の極道社会から大きく変化しつつあるんだよね。そういえば、山口組では SNS を禁止したり、リークして波紋になったケースもあると聞くよな。昭和の極道組織は、常に支配者層から抗い、敵対勢力とは抗争を繰り広げ、勢力を拡大してきた歴史があり、昭和の極道同士の抗争の中でも大規模なものといえば、広島抗争といえ、映画、仁義なき戦い、シリーズのモデルとなり、この映画は公開から、半世紀近く経った今でも人気があり、後世にまで語り継がれているんだよね。そうか、そんな仁義なき戦いのモデルにもなった組織の解説になるんだな。共生会とは、広島県広島市南区に本拠を置く指定暴力団で、構成員は約120名が在籍しており、準構成員等を含めると約230人を要し、結成の歴史は1964年に老舗組織である山村組と、広島の敵屋組織の村上組が提携し、右翼団体である共生会を結成したことが始まりなんだよね。なるほど、結構歴史のある組織になるんだな。この共生会の結成には、広島抗争がきっかけと言われ、当時の広島とは終戦直後から、暴力団の対立抗争事件が泥沼化しており、長期にわたって大規模な抗争が展開され、抗争の中心組織は、バクト系組織の岡組と敵屋組織の村上組が縄張りをめぐって対立を続け、村上組が岡組の鳥羽を拳銃で襲撃したことに端を発し、それ以降12年間にわたり対立抗争を繰り広げていたんだ。終戦直後から広島では、極道同士が争っていたんだな。この広島抗争は岡組が村上組を退け、広島市最大の勢力として確固たる地位を築いていく一方で、岡組組長の引退に伴い跡目争いが勃発することとなり、呉市内に本拠を置く山村組の山村達夫と、広島市内の浮越会の浮越信夫との間に対立が深まり、激しい対立を繰り広げ、これを第二次広島抗争と言い、後に他の組織を巻き込む形となり、代理戦争とも呼ばれたんだよね。これが、タイトルにもあった代理戦争と呼ばれる抗争になるんだな。この後目争いに引けを取らないために浮越信夫は山口組幹部らの仲介で、山口組射程の安原正夫と、兄弟杯を交わすが、その思惑とは裏腹に岡組の岡俊夫組長は外部組織と、関係を結ぶことをあまりよく思わず、後目には山村達夫が選ばれると、両組織の間で抗争が勃発し、打ち越し会は追い詰められ、この状況を打開するために山口組を頼ったんだよね。あの山口組が、広島の抗争にまで手を貸してくれたのかな。
この当時は山口組の田岡和夫組長も、中国地方への進出を積極的に図っており、このうち越し会からの要請は、またとない好機と感じていたと話し、これを機に内越信夫は田岡和夫組長の射程分となり、山口組の傘下に入ると、この動きを察知した山村組は、関西を山口組と二分していた本田会と手を結び、一切引くことなく全面戦争に入ろうとしていたんだよね。さすがは広島の極道だな。山口組であっても一切引かないとは。山村組に手を貸した本田会の猛攻に、山口組も様々な策略を練るも勢いは衰えず、ついには山口組本部への襲撃を許してしまい、その後は山口組も本田会の事務所や山村組の幹部宅に、ダイナマイトで爆破させるなど構想は激化したが、両組織トップの兄弟分でもあった。神戸高校湾2駅の実力者として知られた向井重俊の仲介によって手打ちとなり、代理戦争は終結したんだ。勝ち込みを仕掛けたり、自宅をダイナマイトで爆破させるとはヤバすぎやろ。この大規模な代理戦争を教訓に、広島の極道同士の問題は広島内で解決をしようと、広島の主要極道組織の大同団結を図り、有儀7団体約600名で政治結社、共生会、を結成。初代会長に山村組の山村達夫組長が就任すると、初代共生会が発足されたんだよね。長い前置きがあったが、こうして共生会は結成されたんだな。その後、共生会は初代会長であった山村達夫が引退し、二代目会長には理事長についていた服部武史が就任。二代目理事長には山田久志がついたんだけど、二代目会長に就任しほどなくして、第二次広島構想時に、山口組の組長宅襲撃事件の被疑者として服部武史が警察に逮捕されてしまい、理事長であった山田久志が二代目共生会会長代行として組織の運営に当たったんだよね。これで、広島は平和になるはずだったのにな。そうだね、代理戦争で敵対していた内越会は解散を表明するなど、目立った構想はなく、一時の平穏が訪れたが、この二代目の人事をめぐって内部抗争が起こることになり、二代目人事は、旧岡組と山村組職の強い人事となり、これに第一次広島抗争で対立していた村上組の幹部が、共生会の参加に入ったにもかかわらず異議を唱えたんだよね。まあ、この極道の人事に関しては他の組織でもよく揉めているもんな。村上組は共生会に反旗を翻し、就任した山田久志を狙い、村上組の組員数人が相談事があると、山田久志の自宅に出向くと、帰り際にいきなり持っていた拳銃で発砲、不穏な空気を悟っていた山田久志は、とっさに今のテーブルをひっくり返して銃弾を避けたと言われ、その場は事なきを得たんだけど、山田久志としては共生会内部のことだったので表沙汰にはしなかったんだよね。これは、冷静に対処して表沙汰にもしないとは、山田久志の株が上がりそうだな。さらに初代幹事長でもあった山口秀弘も二代目体制には納得しておらず、内越会の下部組織を、都一会、と名称を変更して新たに旗揚げすると、内部抗争は収まる様相はなく激化していくと、山田久志の配下組織が報復として村上組参加の宮岡組の組長の命を奪い、これに組員たちは親分がやられたのは、村上組の無謀な襲撃に責任があるとして、村上組との共闘を解消、村上組幹部も山田久志側に寝返り、当事者だった村上正明は失墜していくことになったんだよね。じゃあ、あとは都一会などの反対勢力との抗争になるのかな。この第三次広島抗争の最中、山田久志は服役中の二代目共生会服部武史会長から、三代目共生会会長の座を譲り受けて会長に就任すると、大阪各地に挨拶回りへ出向いていた山田久志一行を、都一会の幹部らによって襲撃され、山田久志は胸部を拳銃で撃たれ重傷を負い、襲名式は無理と思われたが、医師立ち会いの下で襲名式を強行したと言われ、三代目会長に就任したんだよね。やはり都一会が出てきたのか。襲名式を狙うとは抜け目がないんだぜ。山田久志は重傷ではあったが、ここでくじければ、共生会はバラバラになる、と歯を食いしばり、襲名式にも挑んだと言われ、三代目襲名後は、それまでの連合体組織を改め、自らが頂点となり、ピラミッド型の一体的組織として再編することを起とし、杯直し、を強行したため、反主流派との、内部対立が一段と激化し、約10年にわたって抗争が続いたが、肌見組の肌見森幸組長が間に入り集結したんだよね。長い間、内部対立の抗争が続いたんだな。
三代目山田久志会長は、共同会、秦二組、神話会の組長らと四兄弟杯を交わし、三陽道の平和共存を実現し、さらに三代目山口組田岡和夫組長の見舞いに訪れるなど、かつては敵対関係にあった。山口組とも親密な関係を築いていたと言われたんだよね。代理戦争ではあれだけ抗争をしていたのに、本当に関係を修復したのかな。行政会は四兄弟杯の他にも、合田一家の声かけにより、大阪の松田組、神戸の中正会、姫路の木下会、それと北九州の工藤会などと関西20日会という組織にも加入しており、この会を通して山口組をはじめ、平和路線を進んでいたが、この参加の組織であった木下会と山口組直参の竹中組の、竹中正久組長と揉め事を起こし抗争に発展していくんだよね。やはり、些細なことがきっかけで揉め事に発展してしまうんだな。この抗争は一旦和解に至ったんだけど、和解条件をめぐり再び対立し、これに竹中正久組長が業を煮やし、木下会の高山正宏会長を襲撃するなど、関西20日会として一時関係は悪化したが、大抗争に発展することはなかったんだよね。一度対立しているだけあって、ヒヤヒヤもんだな。その数年後には、三代目山田久志会長が病気により逝去すると、四代目に就任するはずだった理事長の、沖本勲が服役中であったこともあり、共生会は主要な幹部の合議制で運営されていたが、札幌で共生会参加の右翼団体である維新天中会の構成員が、五代目山口組舎邸で初代声優会の、石間春夫会長を銃撃して命を奪うという事件が発生するなど、関係組織の揉め事は続いていたんだ。これだけ揉め事が多いと、平和路線というわけにもいかないんじゃないのか。行政会は揉め事も多かったが、今回の事件も関係していた組織を絶縁処分、その上部団体の、組長も破門にするなどきっちりと筋を通していたと言われ、以前の広島抗争のような、大規模な抗争には発展せずに手打ちを行い和解をしていたんだよね。なるほど、あの広島抗争を繰り返させなかったんだな。沖本勲は出所後に4代目を襲名、この札幌の事件をきっかけに沖本勲と5代目山口組の若頭補佐であった。桑田兼義の間に五分の兄弟杯が交わされ、これが山口組と共生会との間で交わされた最初の縁であり、さらに4代目会津小鉄会若頭の図越と質具を加えた三兄弟杯が行われ、その後も2代目工藤連合、草野一家の溝下秀夫総長とも五分の兄弟杯を交わすなど外交を進めたんだよね。これだけ杯を交わして友好関係を結んでいると、共生会は安泰だな。その後も代目を重ねるごとに関係は修復し、共生会の5代目襲名には、山口組5代目渡辺義則組長が貢献し、6代目大成発足後は6代目山口組司忍組長が貢献をすることになり、山口組とは親密に関係を保つことで、100人以上の犠牲者を出し、20年以上続いた広島抗争を教訓に、立ち位置から広島を守り続けてきたんだよね。今回は、さすが広島という超武闘派な極道だったな。というわけで、今回は仁義なき戦いのモデルにもなった、行政会、について解説をしたよう。今後もアンダーグラウンドで起こる事件や抗争、アウトローな人物も取り上げていきますね。次回もよろしくお願いします。この動画の感想や、次回のリクエストなど、お気軽にコメントからどうぞ、それとチャンネル登録が、まだの人はよろしくだぜ。